始まりました週の真ん中マンタケ TV でございます。いや今週も本当にありがとうございます。皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。ところで皆さん、あのゆみちゃんの髪型って長い方が好きですか短い方が好きですか？あの僕は結構長い時が結構好きだって。あの今好きだって。今はちょっと今ちょうど中間ぐらいになってるじゃないですか。1回すごい短くなったじゃないですか、うんうん、だから今は中ぐらい好きなんです。で、あのまたこれが初めすごい長かったやん、うん、あのイメージがもうだから逆にできないもんね、うんうん、はい、あの詳しく見たい方は過去の動画遡ってください。以上です。こうやってね過去の動画を見返してもらうように持っていった方がなんかこれがええらしいよ。やめなさい。もうコントロールできないんで私 に任せてください。はい、はい、いきます。今回のご質問はカスパー77さんからです。ありがとうございます。なんか意味これ俺ちょっと今回タケちゃん名前で選ばんかったんだね。うん、あの今回ね実はねあのすごいなんていうかな、僕に似た質問、僕のセッティングに似た質問をいただいてて、それでちょっとあのなんていうか一つ、まあ自分の紹介ってわけじゃないですけど、すごいなんか面白い質問だなと思って、うんうん、現在モーダス 120S を使用しています。カーボンシャフトに興味があり変更検討しています。変更する場合はアッタスアイアンシャフトの場合115S を番手ずらし柔らかい方か、10 100ですね、 100g の SX ですね、 SX の番手ずらし、これ硬い方のどちらが違和感なく変更できますでしょうかとのことです。いやいいですね。あのこれ本当実は僕 のシャフト遍歴と全く実は一緒で、なるほど、あの違和感なくいけるのは、間違いなくアッタスアイアン 115S の柔らかい方の番手ずらしです。あのこれはもうあの、まあ、あの僕はあんま自分のセッティングって正直あんまり言わないし、うんうん、あんまり言うことも別にないですし、ね、僕のセッティング聞いたところでっていう話だと思うんですけど、でも気になる。でもそのこれすごい面白い質問で、実は私はフィッティング本当に師匠に出会う前はアイアンダイナミックゴールド使ってました。で別に打てなくはないんですけども、やっぱり今考えたらやっぱ重かった硬かったって思ってるんですね。でその次にモーダス 120S ですね、モーダス 120S、 これがまあすごい僕の中でスチールではもうドンピシャハマったんですね。この時に実はシングルになりました、でただそれこそ変えたもう6年ぐらい前ですかね、あの 5,6 年前に、まあ、カーボンがまだそのアイアンカーボンシャフトっていうのがまだ今ほど主流じゃない。なるほど。だからこういう質問来ること自体も嬉しいですね、うんうん、もうやっとアイアンカーボンシャフトっていうのがそのなんていうんですか、すごい見直されてきた。やっぱりなんかこうまだその正直 5,6 年前僕が実はアイアンカーボンシャフト、それこそアッタスアイアン今115の S のこれも言いますバンテずらし柔らかい方一つずらしてるんですけど、これに変えた時っていうのはいや男はカーボンダメだろみたいな、やっぱなんかそれ若干そういうとこあったんですよね。なるほど。でまして重いカーボンにする理由がわからないと、うん、まず大体もうやっぱりスチールのイメージが重い硬い、カーボンのイメージは柔らかい軽いのイメージがまだちょっとあったんですね。もう今はごめんなさい、これさっき言っときます、今はこれ言ってる人っていうのは申し訳ない、僕は時代遅れと言ってます、はい、今はだってスチールが 60g があるんですよ。 60g、 ゆみちゃんが使ってるシャフトにほぼ近いぐらいのスチールシャフトがあれば、うんうん、私が使ってるようなもうほぼ 120g あるカーボンシャフトがある。だから選択肢がすごい広がってきたがゆえに、あのやっとこういう話が出てきて、僕はこういう質問が出てくれることが嬉しいですね。なるほどね。ほんと 5,6 年前、うんうん、まだ僕がフィッターとしてまだまだ未熟だ、まあ、今でもまだそんな、まだもっともっと上行きたいんですけど、まだ未熟だった時に、ただこれからカーボンが流行るんじゃないかっていう時やったんですね、ちょうどカーボンアイアンが、うんうんうん、女子プロなんかがちょこちょこ変え出した、うんうん、でこれからはこの流れが来るんじゃないかと僕意外と先見の目があったんですよ、その時。今は全くないですけど、その時は先見の目がどうもあったみたいで、今から来るんじゃないかと思って結構いち早く変えたんですね、うん、でその時にアッタスアイアンの115の S を実はそのまま、まあ、普通にバンテスラスせずに、うん、まあ、いけると思って変えようとしたんですけど、うんうん、振動数が合わなかったんですね。なるほど。でここでポイントなのが、これは、まあ、あの MCI なんかもそうなんですけど、やっぱり重いカーボンっては硬くなります。巻き数が増える分、あのだからモーダス120の S っていう120の S から振動数同じでフローしていくんやったら、115のアッタサイヤの115の S やったら番手ずらしてないと僕は合わんかったんですよ ね。で柔らかい方に一つ番手ずらしてから、まあ本当にあのすごい今未だに使ってます。もう本当に自分こんな言うのもあるんですけど、アイアン変えんのって言われますもん、もう長いよねってこの前コンペで言われて、でもいや合ってるからもうこれ一言終わります。ただまあフィッターもしようのに、そのヘッドそろそろ、まあ、シャフトはともかくヘッド変えないよって僕でも合ってると思ってるから、
し、何より面倒くさいですよね。あの人のクラブいじる方が楽しいし、自分のクラブはでも合ってるしって、今はこれまた変えてまた調整していくのが正直ちょっと面倒くさい。合ってるものは僕別ほど10年でも使いたいですし。なるほどね。じゃあタケちゃんがこう恐ろしくヘッドスピード上がったりとか、うんうん、ちょっとトレーニングやめて、うんうん、落ちたりとかっていう時には変えるかもしれないけど、うん、そうですね、ことだね、うん、でもまあ基本的にはやっぱそれを維持するだけのポテンシャルはやっぱ持っときたいし、うんうんうん、でそこも一つのそのなんていうんですかね、そういう意識づけじゃないですか。だからごめんなさい、ちょっと話戻って申し訳ないですけど、モードス 120S からのさらっと移行できるのはもう完全にアッタスアイアンの 115S の柔らかい方のバンテグラスです。ただもしですよ、重量を落としたい場合は、重量を落としたいって場合は 10SX の硬い方のバンテグ、これすごいよく詳しいですね。振動数のこと多分すごく、カスパーさんはすごい分かられてるんだと。ただ重量が一気に、まあ、10から15ぐらい落ちますから、重量を落としたくないと115、逆にもう重量をこの際落としてしまいたいって言ったら 10SX の硬い方のバンテグラシっていうのは振動数は変わらんと思います、うん、そこはもうその重量の考え方になってくるので、はい、非常に振動数のことすごくよくご存知の方なんだろうなと思います、はい、すごいなんかでもこうさっきよりこの質問、こういうカーボンの質問が来ることがもう僕はもうやっと時代来たなって。なるほどね、うん、やっと俺に時代が追いついたなとやっと、うんうんうん、終わろっか、うん、なんかちょっと疲れたまあね、ドライバーもヘッドもカーボン増えてきたし、まあ、今もね、もうだからもうカーボンのブームよ ね、うん、今でもね、世界的にはカーボン減らそうっていう流れよね、うんうん、じゃない、カーボン、何やったかな、まあ、終わりましょうか、ごめんなさい、はい、小泉大臣、よらカーボン減らそうみたいな、あ、それ、うん、カーボンさんさすいませんでした、いやいや、ごめんなさい、はい、こっちもすいませんでした、はい、今日噛み合わないなんで、はい、今日は噛み合いませんでした、はい、最後まで、はい、すいません、はい、カスパーさん、ご参考になりましたでしょうか。それでは、まだけ TV、また来週、バイバイ。まあ、強いて名前すごい選んでないっていうと、あともう一個何かついとったらもう嬉しかったですね。なんかフィーバーしてますね。はい、どうも。ズババババババゴルフの子、毎日春で爽やかだね。ズババババババゴルフの子、明日もゴルフだ、仕事サボろう。